ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も3年生を振り返るの時間です。そうだね。はい。まあ、今回はね、ちょっといろいろ移動とか、まあ、行くところがあって行ってて、まあ、見てる試合もあるし、ちょっと見れてない試合もあるんで、まあ、ちょっと淡白になる試合もあるかもわからないけども、はい、ご容赦ください。ねえ、なるべくちょっと細かくチェックはしていったんですけどね。まあ、そうだね、はい。はい。ということで。ということでね、はい、まあ猛暑です。本当にひどい。本当に暑いな。この暑さは。まあ、今回の3日間というのは、我々も外にね、ずっといたけど、まあ相当厳しかったね、暑さはね。本当に何もしなくてもっていうところでしたけど。そうだね。ねえ。はい。で、看板やちいちゃん、はい、はい、まあ字が大きくどんどんなってるけどね、そんなことない、はい、まあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでこうなりました。はい、はい、ということで今回セリーグはね、3連勝のカードが2個ありましたけれども、そうだね、はい、ヤクルトと巨人は巨人の3連勝、はい、阪神と DeNA は阪神の2勝1敗の勝ち越し、中日と広島は中日の3連勝ということになりました。はい、はい、ということでヤクルト巨人、うん、はい、ね、まあ、壮絶な打ち合いになるんじゃないかと予想はされたんだけども、はい、まあ巨人の3連勝で、うん、終わったということでね、はい、まあ初戦が、ヤクルト小川、はい、高橋奎二、サイスニード、うん、巨人は戸郷、グリフィン、菅野というね、はい、で1試合目は10対3、はい、まあ、とにかく巨人がよく打った、うん、15安打10得点ね、ね、これね、大きいのはね、やっぱ初回に丸がヒット、丸が当たってるね。いや、すごいですよね。でね、吉川がね、うん、丸を生かすんだ、これ。で、ヒットで1、3塁を作る。うん、まあ、ヘルナンデスが先制タイムリー。うん、で、岡本がフォアボールで、はい、ノーアウト満塁を作り、うん、まあ、立岡のセカンドゴロの間に、で、ツーアウト、2、3塁。岸田が2点タイムリーという、まあ、初回に4点をね、バッサリ取るんだけども、ね、だから、まあ、エースが投げててね、初回に4点で、小川というのはヤクルトのエースで、この投げ合ってて4点を初回に上げるというのは、うん、まあ、ちょっとやっぱこう劣勢にもなるし、うん、まあ、ちょっともうこうは追いつかんだろうなっていうような、まあ、そんな感じもするよね、うん、で小川もね、悪くは決して悪くは俺はなかったと思うんだけど、うん、ただ追い込んでからやっぱ打たれるケースが多いんだよね、うん、だからそういう面ではもう一つ気をつけれんかったかなっていうような、まあそんな感じがしました、はい、でこの日、うん、まあ、初回に2点タイムリーを打った岸田、はい、岸田は今日この日は6打点、もう大活躍ですね、ね、うん、まあキャッチャーマスクもね、まあ、しっかりかぶり、うん、まあ、勝ちゲームにしということで、はい、で7回、はい、ね、丸が6号ソロ、はい、で9回には岸田が3号スリーラン、うん、で戸郷が7勝目で小川が5回5失点という、まあ、うん、本当に対照的というか、まあ、戸郷もそんな決していいとは思わなかったんだけどもね、うんうん、まあ初回の4点に助けられたというね、まあ、助けられたというか、うん、まあなんかね、流れがそのまんまっていう感じだったですかね。はい、ということで、まあまあこれはね、まあ、先発ピッチャーの出来というか、うん、まあ、そういうので決まったかなっていうような、まあ、そういう試合でした。はい、はい、まあ最初の初回の4点がもう試合の流れを決めてしまったような感じですかね。うん、一気に決めたね。はい、はい、まあそれも1、2番、うん、ね、丸吉川、これナイスコンビになってきそうだもんね。はい、はい、で2試合目はね、初回、うん、岡本14号ツーランで先制、うんうん、また初回なんだよね。まあ高橋奎二、まあ打たれましたという、うん、で7回はヘルナンデスが2号ツーラン、はい、あ、2号ツーランじゃない、ツーランホームランで、まあ、計4点。はい、ね。6号ですね。6号ね。はい、で、6回、ヤクルトは、北村がね、1号ソロで、まあ、追い上げるんだけども、そうそう、まあ、巨人が12アンダー、うん、グリフィン、8回、はい、106球、うん、4アンダー、6三振、うん、1四球の1失点という、はい。だからね、これ、グリフィンが、本当しっかり流れるようになってきたなというね。うん、まあそんな感じがするよね。
はい、で高橋奎二、うん、6回109球、はい、6安打9三振、うん、2四球1つのデッドボールと、2失点というね、うんうん、だからまあ高橋奎二も、うん、この前エラーでちょっと足を引っ張られた試合とかもありながら、はい、まあ勝ちには結びついてないんだけど、うん、なんかゲームはしっかり作れるようになってきたのかなというね、うん、まあ、そんな感じはしないではない。なるほど。まあ、しかし勝たないと意味がないというね、うん、でヤクルトは4安打、うん、まあ、非常になんかこう打線が当たってると思ってたんだけども、いつの間にかもうヒットがだんだん出なくなったというね、うん、まあそんな感じだね。まあ、はい、相手のピッチャーがね良かったっていうのもあるんですか。まあそうだね、うん、はいはい、で3試合目また初回に4点巨人が取る、うん、で聞いといてね、はい、丸吉川の連打、はい、1・3塁、うん、でねこれがね、まあ丸山がまあ、丸もよく走ったんだけども吉川のヒットでね、うん、でサードに投げてタイミングはアウトくさいのをちょっと村上が後ろに反らしたんだよね、うん、まあ、ボールもちょっと中途半端だったんだけども、まあ、その間に吉川も二塁を陥れてるというね、うん、ただ初戦もそうだったんだけども必ずランナーが一塁抜け引っ張って丸をサードにまで送ってんだよね、この日もそうなのよ、うん、だからチャンスのものすごく広げ方がいいわけね、吉川選手、吉川の、うん、吉川ね、うん、で丸もそれに期待に応えてよく走ってるし、はい、でヘルナンデスが倒れるんだけど岡本タイムリー、うん、ね、この打球、うん、まあアンツーカーに入るんだけど、はい、村上あれはね俺は体で落としてほしかったなっていう、まあヒットにはなったけど、はい、気分的にはちょっとがっかりするようなそんな打球の処理の仕方だったね。なるほど。まあこれはタイムリー、2点タイムリーになったんだけどもさ、この流れから大城が、ライトへツーランホームランというね、で一気に4点を取るという、うん、で2回、はい、ランナーを置いて、うん、丸がツーランホームラン、はい、ね、なんかもう止まらないですね、止まらないんだよで吉川二塁打、うん、で岡本がタイムリー二塁打で一気に、なんていうの3点を取って7点を取るんだよね、うん、まあヤクルトの方も3回に3点は返すけども、はい、まあ、なんつも1、2回の7点がさ、うん、非常に重いよね。ね、まあ、菅野もそんなにいいとは思わないんだけども、うん、まあまあ体力を温存しながら、うん、まあ、打席も真剣に立たず、うん、まあでも、しっかり勝ち投手をねもぎ取るという、うん、でね吉川の存在がすごく大きいなと思ったね、はい、この3連戦で。で調子のいい丸をすごく生かしてるという、丸選手はもちろんだけれども、うんうんうん、もちろんね、うんうん、でねやっぱ初回に点が取れるようになってるわね、これ3連戦ともに、うん、もう表でね、うん、1回のそう、うん、それと気がついたことがないちいちゃん、何この3連戦で各試合2本ずつホームランが出てるんだよね、巨人は。なるほど、うん、やっぱ巨人のお家芸って言ったらさ、やっぱホームランというかね、そうでしたね、まあ、昨年まではホームランがよく出るチーム、うん、で今年はバントをよくするチームって言われてるけども、はい、ただね後半に向けて、うん、やっぱピッチャーが少しずつ打ち出してくるとこうやってホームランも巨人のホームランも増えてくると思うんだよね、うん、まあ、それと小技も今ずっと春先からやってるじゃない、はい、それを考えると、うん、そう巨人はちょっと安定してくるかなっていう戦い方がね、なんか一つ上みたいなチームのレベルっていうか、そうそう、あの、うん、ホームランでも点が取れるようになってくるしさ、うん、はい、やっぱこう小技もね、春先からやってきたものが、うん、やっぱ1点を取るときに生きてくるのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするような3連戦だったね。なるほど、はい、はい、でヤクルトの方は
やっぱ打たなきゃいけないけど、やっぱ守りというところがさ、うん、ちょっと不安だなというところだったね。なるほど。はい、ということです。はい、はい、続きまして阪神 DeNA、うん、ね、2勝1敗、はい、阪神ビーズリーと西勇輝ね、はい、で DeNA はジャクソン森ケイ、1試合目2対1 DeNA、うん、ね、3回牧先生、はい、まあ、タイムリー二塁打ということでね、うん、で7回に近本が犠牲フライで同点、はい、でこっからだ、延長になりますね。そうそう、まあその前に9回にね、うん、まあ、先頭バッターがヒットで出るんだけど、はい、森が送ることができず三振という、うん、だからね、やっぱ DeNA が勝つには、うん、まあ巷でもよく言われた、点取るのが下手だよねって。なるほど、あの、うん、なんかそういう、まあ確かにうまくはないんだけどもさ、うん、ただ打つことに関してはさ、うん、やっぱ自信も持ってるチームだろうし、うん、やっぱこういう細かいことができればね、9回決着っていうのもあるんだけども、うん、やっぱここら辺でやっぱりこう遅れず三振ということになってくるとさ、うん、どうしてもそういう言葉がこう払拭できないよね。なるほど、はい、ただし10回まあ、佐野が決勝タイムリー、を打って、勝負が決まるんだけども、はい、まあ、阪神の方は、うん、ただその裏にね、ツーアウトから大山里輝が、まあ、連打で1本出たら同点という場面も作ってんだよね、うん、あ、これは状況としたら、うん、非常に、チームの状態としたら上がってきてるなということを感じさせるような、うん、やっぱそういう攻撃に俺は見えたんだよね、うん、はい、で DeNA2 対1で勝ったけど、はい、自責はゼロなわけよ、ね、なるほど、自責はゼロ、うん、じゃあなぜ1点をやってるかということ、うん、で阪神は自責が2なわけ、うん、これはもうしょうがないよね、うん、ピッチャーが打たれたっていうことだから、うん、でこの試合、はい、これはあの自責をちょっとね、阪神巨人戦この3連戦を振り返るときに、なぜ俺がこういうことを言いたかったかっていうのは、あ、阪神巨人戦、あ、阪神 DeNA 戦ね、うん、なぜ言いたかったかっていうのを後で分かるために覚えておいて、1試合目は自責はゼロ、うん、DeNA は、うん、しかしゲームは2対1、うん、で阪神は自責は2、うん、2対1というね、うん、いうことなんね、うん、でこの試合で投げたジャクソン、やっぱジャクソン良くなってきたね。ねえ、うん、すごいいいですよね。6回107球、3安打、3三振、うん、2つのフォアボールに1つのデッドボール、うん、まあ、無失点という、はい、で、ビーズリー、まあ、ビーズリーもいいね、6回100球、はい、8安打、9三振、無四球の1つのデッドボール、1失点という、うん、ことなんだけど、まあ外国人の投手陣がさ、うん、だいぶ良くなってきてるね、各球団が、うん、やっぱ気温とともに非常に上がってきてるなという感じがしました、うん、いいですか、はい、うん、はい、で2試合目2対1、はい、阪神ね、ね、うん、まあちょっとね、これはね、あんまりこうチャンスらしいチャンスがなく、うん、あれなんだけども、4回オースティン9号ソロで先制、はい、で5回ランナー1、3塁からライトへ小畑が同点タイムリーと、うん、ね、で6回はツーアウト1、3塁、まあ、ここだよね、うん、サトテルの場面で森もね、非常に高騰してたんだわ、はい、だけどやっぱサトテルということで、うん、左のディアスを持っていた、はい、横浜ベンチはね、うん、やっぱこう、まあ、左対左に期待をしたんだと思うんだけど、はい、これね、サトテルがね、うん、初球のスライダーを見事にライトに打つんだけど、うん、これは読んでたのかねっていうような打ち方だったんですか。いやー、なんだろうね、まあ自分にはまっすぐでまともに来ないっていうことを考えたか、うん、それとも自然体に立って反応できたか、うん、でもね、初球からね、勇気を持っていけるようなボールではなかったような気もするんだけど、うん、でもしっかり振り抜いたんだよね、うん、まあここら辺のサトテルのそのなんていうの、切符の良さというかさ、うん、まあ、そういうのがなんかこうヒットにしたような感じがするね、うん、まあ見事に打って、まあ、逆転というね、勝
越しですね。勝ち越したということで、はいはい、まあ DeNA が自責がこの時は2、うん、ね、そのままだよね、うん、阪神は1という、うん、またそのままだ、うん、ね、で3試合目、はい、ね、めちゃくちゃな試合でした。なんかね、ちょっとこれ全部この3試合とも1点差ですけれども、まあまあそうだね、最後だけちょっとスコアがね、まあ、そうだね、6対5でまあ1点差になるんだけども、うん、はいはい、まあ、DeNA が主導権をね、取るんだよね、うんうん、で下位打線がさ非常に DeNA の方は、うん、あの充実しててこの日、はい、で、まあ、今日だよね、佐野が1打点、うんうん、山本京田が2打点と2打点ですね、で、うん、そうで、この下位打線で5点を取っちゃうんだよね、はい、まあもちろんその前に打ってる牧とか宮崎とかね、うん、まあ、チャンスをこうそこに持ってきたんだろうとは思うんだけども、うん、やっぱしっかりこう下位打線が仕事をしてくれたという、うん、で阪神は4点リードから動き出すんだよね、うん、勝負に対して、はい、でまあ、5回は野口のプロ初安打とか絡めながら、まあ、2点を返すんだよ、うん、で6回には野口の犠牲フライで、3点、はい、ね、8回は中野が満塁からタイムリー、うん、で1点差、はいはい、で9回そうそうそう、9回裏、ね、7回にね DeNA が1点追加してるからその8回ので1点差になるんですよね。そうだね、うん、だからこの時点では、5対4ということだよね。で9回を迎える。で9回、うん、まあいろいろごちゃごちゃあってごちゃごちゃあって、いやツーアウト満塁、うん、まあこっからもごちゃごちゃあるからもうね、いろいろありましたね、うん、いやもうツーアウト満塁、うん、原口、ああこれもうツーアウトになっちゃった、もう犠牲フライで同点だったのに、うん、まあ小畑がしくじって打てなかったと、うんうん、ああ代打原口、まだ原口残ってたかと、うん、いうようなことで、原口がライトに、うん、ね、タイムリーかと思ったわけ一瞬、うん、だけど渡来がえらい前にいたんだよね。そう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 、あこれはライトゴロいけるって思った瞬間に、うん、渡来もそれを考えて一塁に投げてるんだよ。そう、大暴投でさ、そうね、うん、多分しっかり投げ切れてたらアウトだったと思う、うん、ライトゴロね、まあそうそう、うん、まあそれをね感性よく狙うっていうところまでは素晴らしかったけどもさ、うんうん、いやだけどあそこで暴投投げたら、うん、もう逆転されるわけだもんね、うん、うーん、うん、まあその前にも野口かの打球をちょっと弾いてね、あの序盤の方ですよね、そう、うんうん、ミスしてんだよね、うん、この日、うん、DeNA はエラーが4、はい、いいか、いくよ、うん、DeNA 自責は1なんだよ、うん、1で6点取られてんだよ、うん、で阪神は自責は5なのよ、うん、ね、うん、でトータルこの3連戦で、うん、DeNA の自責が3なわけ、お、ね、結局9点取られてるうちの自責は3なわけ、うん、ということは6点無駄な点をやってるということなんだよ、うん、やっぱねこれじゃ勝てないよ、ね、うん、阪神は自責は8、うん、これはもうしょうがない、ピッチャーが打たれるわけだから、うんうんうん、だけど打ち取ってんのにエラーをして自責が3人にもかかわらず、うん、勝敗は2勝1敗になってしまったというところがさ、ちょっとやっぱ消せないんだよね、うん、はあ深いため息、いやだからこういう野球をやってると、うん、やっぱこうなかなか上にはいけないよね、ちょっとね、ただね気をつければね、うん、治ることなんだよ、うんうんうん、だからまあ、まあ、牧のね8回のエラーも痛かったんだけど、はい、なんでもない先頭の打者の打球をポロッとしたりだとかさ、うん、で渡来がああいうところでやっぱしっかり守れないっていうふうに考えるんだったら、まあ守備固めを使ってもいいかなと思うんだよね。これは前もねどこかの時にそういう話がありましたよね。まあそうだね、うんうん、だからまあ
首脳陣とすればああいうところでも守れるには選手になってくれということで使ってる可能性もあるんだけども、うん、でも DeNA が上に行くんであれば、うん、やっぱもう二度とこういうことはね起こしちゃいけないということだよね、うんまあ、この試合ねちょっと2つぐらいあったっていうので本人もなんかちょっとダメージきそうな、いやダメージあるでしょ、ね、これもダメージなくて明らかんとしてたらちょっと責任感は問われるけどねまあねまあまあでもね、うん、落ち込むよりは明るくやった方がいいし、そうそうね、試合をやるんであればもう、うん、積極的にね、うん、まあまあ忘れるとは言わない、いい肥やしにして切り替えてね、切り替えて頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、まあ、阪神が勝ち越しね、はい、はい、で中日対広島、うん、3-0、広島どうしたみたいな、うん、ね、で中日、はい、ね、高橋宏と梅津松葉、うん、広島床田大瀬良玉村、ね、このメンバー見て3ねえ、やっぱ中日にね相性が悪いわ、8勝3敗、うん、中日がリードしてるんだよ、うんうん、で接戦になって、まあ、接戦広島得意なんだろうけども、うん、でねこの前の阪神戦村上に対してものすごいもう初球の1球目からエンドランかけたりだとか、うん、非常に動いてったんだよね、で盗塁したりだとかさ、いろんなことがあったんだけど、まあ、さすがだね高橋宏斗、そういうことはできないんだよやっぱ、球が速いから、なるほど、うん、だからちょっとまあ正当に戦ってたっていうような感じがするんだけどさ、うん、まあ初回カリステのタイムリーで先制されるという、うん、で2回にはロドリゲスのタイムリーで2点目を取られるという、うん、で2-0で負けるんだけど、この2点でね、うん、だけど ロドリゲスのタイムリーって言ってもセンターにフラフラと当たった上がった当たりがさ、まあ、ポテンと落ちただけの話なんだけどさ、うん、まあタイムリーはタイムリーだよ ね、 そ、 うですね、その2点を高橋宏斗、完封です、うん、9回、うん、99球、うん、まあ、マダックス言われるね、ギリギリね、すごいね、99球、逆にすごい、そう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 で4安打、はい、7三振、うん、1つのフォアボールの無失点というね、うん、まあ、今季初完封の、5勝目という、ね、まあ、やっぱりこう球が速いっていうのは魅力だね、うん、やっぱ空振り三振があるからね、いろいろ仕掛けたとしても、うん、でも広島は4安打、うん、で徳田も頑張った6回96球、うん、まあ、ヒットはちょっと打たれ出してきてるね、10本のヒット、うん、4つの三振の1つのフォアボール2失点という、うん、まあでも負け投手って言ってもずっとこういう内容だからね、床田もね、うん、だから頑張ってるっていうふうに思うんだけども、うん、まあ、それ以上にやっぱ高橋宏斗っていうのは、うん、まあ、ポテンシャルが高いなっていうのを感じたね、なるほど、はい、はい、で2試合目、うん、2-1、うん、中日梅津6回92球、はい、3安打6三振2四球の1失点、うん、ね、広島大瀬良もうずっと点を取られてなかったんだよね、うん、まあ、いつ取られるかっていう非常に興味があったんだけども、うん、中日戦で取られて負けるかみたいないやいや、まあ、中日にはもうちょっと申し訳ないけどさ、やっぱこう打てないというね、うん、点がと、まあ、打つには打つんだけど点が取れないっていう印象が強いからさ、はい、で7回99球、うん、7安打2三振2失点というね、うん、で、まあ、3回福永が犠牲フライで先制、はい、ね、うん、で4回には板山、はい、移籍後初のソロホームラン、ね、これは見事なホームランだったな、ね、え、打った瞬間っていうようなね、まあ、どこの NHK のアナウンサーがどっかの、まあね、うん、あのラジオ聞いてて、うん、伸びてく伸びてくバックバックとか言って、おい、そんなに言うかみたいなことは入っちゃったって、うん、いやいや、そんな大きいんだったらもう行ったら行ったって言ってほしいなとか言ってたけどね、そうですね、なんかものすごい引っ張るホームランだなっていうぐらい、うん、やっぱ立派な大きな、
やホームランだったということだよね。うん、でねちょっと心配なのは広島はこの日も4安打、うん、で9回にねすごくチャンスを作るんだよ広島ね。ああ、うん、ワンアウト2、3塁、うん、ね、3塁ランナーは初木、うん、で代打松山、うん、これねサードファールフライこれ背面でこうやって取ったんだホームがこっちで、はいはい、でファールグラウンドに出てるからねファールボールだから初期はタッチアップの台数を取ったんだ。なるほど。これ走るかなと思ったらやっぱチーム状態だろうな、うん、で切り札松山が出てるしさホームに行くんだけどだけどこれも間一髪というか、うん、福永がいいとこ投げたね。ねえもう それだったらもうこれは走っててもう良かったってことですか。間一髪結果はねアウトだったけれどもまあ行くしかないな。そうですね。いや切り札松山使ってるしさ、うん、で松山のバッティングって決して褒められたことではないけども、うん、ただマルチネスのさこのインハイの球なかなかやっぱ打てんよな、うん、それをこうファールで逃げようとしたのかどうかわからないけどもまあ、三塁手が取れる範囲内に飛んじゃったんだよね、うん、でもスライディングキャッチしてるんだ福永が、はいはい、向こう向きで、うん、ほんでもう反転してすぐ投げたんだけどもさ、うん、まあ見事本当にファインプレーだと思うわ、うんまあ、それとやっぱりね葉月もあそこで走らないと意味ないしな、ね、うんそれはねちょっとそれたらセーフだったし、うん、ピタッと来られたら、まあ、アウトになるというタイミングだったんだけどもさ、うんまあ、勝負はかけるしかないな、うん、でも初期の走塁って迫力あるな見せてくれるな、ねうん、だからいいと思うわ。この間もねもう次から次へとポン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 盗塁してねそうだねありましたよね。だからまあこれを責めちゃいけないし、うん、やっぱ福永をね称えるしかないなっていうふうに思いました、ねうん、はい、はい、で、3試合目は、中日松葉うん、いいピッチングだったね。6回63球、はいヒット1本の4三振、うんまあ、1失点というね、うん、で広島玉村もう良かった、うん、6回82球3安打5三振、うん、2四球の1失点というね、はい、まあがっぷり四つの投げ合いがね、うん、まあある程度できたかなっていうのと、うん、やっぱこう広島の方は先発ピッチャーから打ててないな。なるほど。1本しかないもんね。そうですね、うん、それで先制されるとやっぱり広島はすごく重い1点になるよ、うんうん、で中日の方は初回カリステが先制タイムリー、うん、ね9回、はいまあ、1対1からピッチャーが栗林に代わり、うん田中がフォアボール、うん、福永のサードゴロの間に2塁、うん、で細川、うんね、8球粘る、まあ、その中に暴投があったりとかして、うんまあ、1、3塁を作られるんだよね。そうそうそう、うん、で、まあ、カリステをフォアボールうん、あの細川選手もフォアボール、ね、細川もフォアボール、うんうん、でカリステが申告敬遠、うん、だ板山が残ってると代打で出てくるとねでサヨナラヒットというね、はいうん、もうこう思い描いた通りになっていった感じですかね。まあまあそうだな、ねうん、中日はなそんな感じがするよ、うん、ただ広島はここに来て3連敗この1週間で1つしか勝ててないということね、うん、阪神に連敗し1つ取って、うん、で中日に乗り込んできたわけだけどもまあその3連敗しちゃったというねだからちょっと少し打ててないなという感じがするね。ピッチャーは相変わらず安定はしてるんだけども、うんまあ、ちょっと打ててないことが点が取れてないことが一番かなという、うん、まあ一発でも欲しいけどねここら辺でねえ一発も全く出ないしね、うん、だからちょっと今耐え時かなって思うね広島はね。
まあそうですね、うん、打てないところでロースコアのゲームってで、でね、大差で負けてるわけじゃないのでね。そう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 、うん、ゲームはねしっかり作れてるんだよ。ねえ、うん、だけどもうこの2対0、2対1、2対1っていうのは中日のペースにはまってるからね。なるほど、うん、だからまあちょっと広島のペースには持ち込めなかったということだよね、はい、ただやっぱ中日を苦手にしてる、うんうん、中日のピッチャーを苦手にしてるすごくね、うん、はい、はい、ということでした。はい、はい、続きまして、はい、こうなりました。はい、パ・リーグは、はい、オリックスと日本ハムは2試合だったんですね。そうだね、はい、はい、ということでオリックスが2連勝、はい、ソフトバンクと楽天が楽天が2勝1敗の勝ち越し、はい、西武とロッテはロッテが3連勝で勝ち越しました。はい、はい、でオリックス、うん、カスティーヨ、うん、エスピノーザ、はい、で外国人2人当ててきた、ね、で日本ハムの方は福島、うん、伊藤大海というね、うん、まあ2試合なんだけども、1試合目4対1、ね、あ、まあカスティーヨ非常に良かったです、はい、6回87球2本のヒット、うん、2三振、うん、1四球の1失点、ね、オリックスは2回宗のタイムリー2塁打、うん、5回には大里タイムリー2塁打、紅林、うん、犠牲フライなどで、まあ、3点を取るというね、うん、まあ、フィルダーしてる人もあったんだけどもさ、はい、大里っていい選手が出てきたね、またいや、プロ入り初打席で初ヒットで、ね、2打席目はフォアボール、うん、3打席目はプロ入り初のタイムリー、ねね、打点付きだよね、まあ、タイムリーだから打点なんだけどもさ、大里康生選手、ね、そう、うん、25歳、そう、25歳になったんですね、7月7日ああ、おめでとういや、今日じゃない、そうそう、だからなあ今日、うん、そうそう、24歳で打ったんだよな、初判断をな、すごいね、え、これはね、本当2021年の育成3位、ドラフト3位 ね、 ね、で今プロ通算が3年目ということですかね。うん、そうだよ、うん、盛岡大付属から東北福祉大学オリックスという、はい、まあしっかりしたバッティングするなと思ってさ、うん、本当にみたいな、まあプロ初なんだというねあ、そういう意味ね、まあいや、ああそうなんだと思ってね、うん、で3打数2安打1打点というね、ね、うん、で日本ハムの方は、うん、あ、松郷が復帰してきました。あ、そうです ね、 ね、うん、しかしまあ全体で3安打しか打てずということで、うん、ちょっとやっぱりちょっと深刻かなっていう、どうしちゃったんでしょうね。まあね、ピッチャー崩壊から俺始まって、うん、ちょっと打ててないんだよね、ここのとこに来て、うん、だからまあ両方ちょっと力が落ちてきてるかという、まあ、疲れというかね、うん、が来てるかっていうような感じがするんだよ、うん、で2試合目が6対3、はい、ね、オリックス、うん、うん、でね、これやっぱこういう連敗とかチーム状態が悪い時っていうのは、うん、絶対やらなきゃいけない、うん、やってほしい人、うん、やるべきだと思う人、はい、これエースなんだよ、やっぱピッチャー、うんうん、でね、伊藤大海、はい、まあ、今年の開幕投手で、うん、5回3分の2、うん、81球9安打1三振2四球の5失点という ね、 ね、うん、これではね、やっぱ日本もこう打ててないっていうのも分かってるだろうし、うん、うちの打線はちょっと振れてないからって、でも5回に5失点を食らうとさ、うん、やっぱどうしてもこう苦しいよね、うん、うん、まあオリックスの方は4回セドゥーニョのタイムリーで先制、うん、日本ハムは5回、デッドボール送りバント中島ヒットでワンアウト1・3塁、うん、磯端セーフティーバントで同点、うん、スピノーザの、フィルダーストレスで磯端も出塁してるんだけど、うん、ね、ツーアウト 1・2塁からレースフォアボール、はい、ツーアウト満塁、うん、水谷がセンターへ2点タイムリー、ね、もう水谷しか打てるやつがいなくなったぞみたいな今、ね、まあそんな感じになってきちゃってるんだけどさ、うん、ただし6回、はい、ね、西川森の連打、うん、紅林送りバント、うん、宗がライトへ同点タイムリーツーベース、うん、ね、
ツーアウト三塁から杉本がツーランホームランという、うん、いや杉本もいやらしいところで打ち出したね、うん、で8回には若月がソロホームラン、うん、6点目ということで、うん、やっぱりね、そうだな、まあ、阪神も状態が悪いっていうのは先発ピッチャーになかなか勝ちがつかなかったりとかするんだよね、うん、で日本ハムの方もやっぱ早々にこう先発ピッチャーが取られるというか点をね、うん、だからそういう意味ではやっぱ先発が相当頑張らないとこの危機は脱することができないかなっていうような感じがする、うん、それはもう相当バカ落ちするかさ、うん、いやだけどそこまでね打てるとはちょっと思えないし、うん、まあ、ピッチャーが本当に2点以内ぐらいに抑えないと今の日本ハムっていうのはなかなか厳しいのかなっていう、まあ、感じがしてます。はい、ね、ちょっと心配ですね。まあ、ここで借金が3ぐらいになったのかな、そうです ね今3ですね、うん、ちょっと4位に落ちちゃったしね、今5位ですね。あ、5位に落ちちゃった。そうですそうです、そうかそうか。じゃあまあゲーム差はね、あの4位の楽天とはないんですけど、まあそうだね、まあ引き分けの数とか、うん、あの勝ちの数とか、まあ3位のオリックスもそんなにないでしょ。3位のオリックスと4位楽天は 0.5 ゲーム差、うん、だからなのでここはね、まあ、もう投稿してるんですけど ね、うん、だからまあこっから離されないようにね、そうそう、ここね、回しとかないというかな、もうここ 3,4,5 位はもう いつでもこう入れ替われるような、まあそうだね、ゲーム差なんでね、まあ、オリックスがやっぱ上がってきたね。ねー、はい、はい、ということで、うん、続きましてはソフトバンクと楽天、うん、ね、和田、大津、モイネロ、楽天は早川、小蛇、藤井という、うん、ね、で1試合目、ソフトバンク和田4回58球、1安打2三振4失点というね、早川、はい、6回118球、うん、7安打11三振、うん、4四球、ちょっと四球が多かったな、この日はね、そうです、1失点というね、うん、まあ、早稲田大学の先輩後輩、同じ左バッ、あの左ピッチャーのね、うん、投げ合いだったんだけどもね、うん、4回、鈴木大地、うん、ノーアウト1・3塁からライトへ逆転スリーランホームラン、ね、これ初球だったんだよね。おう、これ俺思うんだけどさ、うん、ノーアウト1・3塁、うん、これ左ピッチャー、左バッターは何を考えるかっていうと、うん、なんとか引っ張って1・2塁間とか、うん、引っ張ることをしか俺この場面ではあんまり考えてなかったと思うんだよね、うん、で鈴木大地がそれで初球をツーシームかなんかのインサイドの甘めに行ったんだけどさ、はい、それを痛打されるんだよ、うん、だからここの配球これで合ってたのかなっていうような、うん、え、和田にしてはちょっと軽率じゃないかっていうふうに思ったんだよね、うん、まあこれでなんか勝負が一気に決まっちゃったかなっていう。で早川っていうのはもうね、うん、2軍に落ちて、登録されてからずーっと安定してるからね。本当ですね、うん、だからちょっとあの1球っていうのは魔が差した1球としか思えなかったな。ねえ、まあ投げ損ないはあるんだけどもね、うんうん、あるにしても痛い投げ損ないだったなっていうふうにはちょっと思ったけどもね、うん、でソフトバンクは7安打、はい、ちょっとつながりを変えたかなというね、うん、で栗原近藤が、まあ、ノーヒットという、うん、まあ、フォアボールは取ってんだけどもさ、はい、まあ、ちょっと抑えられるとちょっと苦しいかなというね、うん、まあ、そんな感じがしました、はい、で2試合目4対0、うん、小蛇勝ちましたよ、勝ちましたよ、ね、うん、6回89球2安打、はい、5三振、2四球、2つのデッドボールの無失点というね、うん、で、大津、ちょっと大津が疲れてるかな、うん、6回、114球、はい、7安打、6三振、2四球の1つのデッドボールで4失点というね、うん、で、楽天は完封リレー、はい、ね、渡辺、鈴木、藤平と
まあ、つないでいったんだけども、7、8、9とね、そうそうそう、うんうん、まあ小座も素晴らしかったけど、このリリーフ陣もやっぱ見事だったなっていうふうに思ってね、うんうん、でソフトバンクは3安打、はい、山川、近藤、正木がノーヒット、うん、やっぱコンちゃんが止まるとやっぱ止まるね、ほんとね、なんかね、ずっとね、近藤選手がね、まあそうだな、だからまあ山川がノーヒットって言っても、うん、コンちゃんを打てば消えてたからね、うん、それとね、忘れちゃいけないのがコンちゃんの後ろを打ってた正木、うん、これがね、いい仕事してたのよ、なるほど、うん、これがちょっと2試合ノーヒットかな、うん、ちょっと打てないことがちょっと心配になってくるなっていうような感じがしたね、うん、まあただ小澤はナイスピッチングでした、はいね、うん、なんて言うんだろう、まあ、制球もいいし、まあ、スライダーもいいしね、まあ、要所要所でこう三振を取っていったけども、うん、まあ、見事な、なんかスライダーがいいね、まっすぐのコントロールももちろんいいんだけど、うん、なんか右バッターの膝元に食い込んでくるようなスライダーが非常によく見えたね、なるほど、はい、はい、で3試合目、うん、で5対3、うん、ソフトバンク、はい、4回小郷タイムリー、ね、浅村タイムリーで、うん、まあ、2点、うん、6回には鈴木大地、が犠牲フライで3点目、はい、6回その裏、うん、栗原近藤がヒット、うん、このねヒットもね藤井から、うん、もうめちゃくちゃ崩されてるんだよね、だけどなんかバットの先っぽだけだ生きてるというかさ、うん、そういうので外野までやっと運んでヒットにしてるんだ、うん、で栗原も近藤もでタイムリー打ったのが中村、もうこれ全部左なんだけどさ、うん、中村が2アウト1、2塁からタイムリーというね、でここで1点を返してるんだよね、うんうん、これがやっぱ大きいんだよ、なるほど、この勝ちゲームにするには、うんうんうん、で8回、はい、ね、その場面が来ます、今宮ヒット、はい、栗原送りバント、うん、ね、同点狙いだね、うん、で山川は問われるんだけど近藤がフォアボール、うん、ダイソー尾形、うん、この尾形が走ることによって、ね、一塁が空く、うん、そしたら中村をフォアボール出すんだ、うんうん、そしたら満塁になる、はい、ね、これが大きいよね、うん、で代打柳町、はい、ツーアウト満塁から走者一掃の3点タイムリーという、うん、柳町もやっぱしぶといし、うん、ただやっぱこういうところでコンちゃんに変えてダイソーが走れるとか、あ、大きいなと思うよね、うん、で中村のフォアボールっていうのはやっぱりこう6回裏に、まあ、タイムリーを打ってるだけに、うん、中村とはなんか勝負を避けたというようなね、うん、そんな感じもしてランナー詰めることによって満塁になる、うん、満塁になったらボールは投げにくくなる、そしたら代打の柳町が仕上げるということで、やっぱこう息苦しい守ってて息苦しい攻め方をしてくるね、うん、なるほど、うん、うん、まあやっぱさすがにね、楽天の状態も上がってきたけどもここに来て、うん、まあだけどソフトバンクがねやっぱ3連勝は許さなかったというね、うん、まあそういうカードでした。で続きまして、はい、西武対ロッテ、うん、サンタコということで ね、まあロッテが3連勝サンタってね、うん、そうだね、西武今井、隅田、某高橋、うん、でロッテは小島、種市、中森という、はい、ね、1試合目6対3、小島、うん、6回3分の2 96球5安打9三振、うん、3四球1つのデッドボール3失点という、これ出来としたらね、小島の出来としたらフォアボール3つ、うん、1つのデッドボールっていうのはあまり良くないよね。そうですね、うんうんうん、でもそれ以上にちょっとあまり良くなかったのが、うん、今井、はい、5回110球、5安打6三振、うん、6四球の1つのデッドボール、うん、だから無駄な走者は7
7人出してるというね、で3失点という、でこの試合で活躍したのは3回外のタイムリー、で5回には外ポランコタイムリー、で7回にはまあ西武ね、西川の西川がタイムリーヒットを打つんだよね、ノーアウト1、2塁からタイムリーヒット、でこれがねロッテがねまずい守備をするんだよ、西川が飛び出してんのにさせずに、セカンドベースカバーがいずに、そのままこう生き残ったというね、まあ、こういうことをやってるといかないいけないよね、で代打長谷川がタイムリーして3点を返すんだけどもさ、そうだな、またね8回も点を取られて、まあ、8回はね、ヤンのエラーなどが絡んで、まあ、外の犠牲フライでまあ2点を取るという、だからここに来てやっぱポランコ外、外ポランコ、まあ、ここら辺外国人がやっぱこう躍動してきた、まあ、外はずっと良かったんだけども、やっぱポランコはホームランも出るようになったし、まあ、タイムリーもこうやってねぼちぼち出るようになってるし、非常にあの打線の厚みが増してきてるよね、で藤原もいるしさ、で小川智杉っていうのも使えるようになってる、で藤岡もいる、で安田も帰ってきたみたいな、まあ、そんな感じで素晴らしいこう選手の層の厚さ、そういうものが出てきてるよね。なるほど、で2試合目、4対3ロッテ、3回岸のタイムリー、栗山の犠牲フライで、まあ、2点リードするという、西武ね、はい、まあいい形でね、先制するよね、まあ、しかし4回佐藤のライトへのタイムリー2塁打で、まあ、1点返されるという、で7回には、西武、ダイソー高松が盗塁、ね、山村がタイムリーヒット、山村もシュートがあったね、やっと先っぽに当ててライト前に落としてるけどさ、まあああいう執念が出てくるといいねバッターはね、しかし8回、藤岡ワンアウト1、2塁からタイムリー、ね、で佐藤、ワンアウト1、3塁からね、1塁ランナー代走小川、でヤンに代わり、ね、佐藤が逆転タイムリーツーベース、あのねヤンはね、前日にね2失点してんだよね、で決してあの状態は良くないと思ってたんだよね、で隅田がすごい完投能力もあるし、まあ確かにねこの試合で4回にタイムリーを打たれてるんだけどもさ、隅田はね、でもここもなんかヤンに変えるんだ、同じ左でヤンに変えるんだったら俺はなんか隅田に投げてほしかったなっていうようなね、勝ってただけにね、これ佐藤俊也、まあ確かに今本当に状態いいよ、だから怖いバッターだけども、やっぱ隅田と勝負させてやりたかったなっていう、まあ見てて悔いが残った。でその佐藤、ね、4打数2安打3打点という、まあ打率も3位ぐらいかな今パ・リーグで、だ非常に上がってきてるしね、頑張ってんだよね、佐藤としてはね、今2割9分4厘、そうだね、はい、で3試合目、9対2、ロッテ、で3回トムスギの内野安打で先頭が出て、藤原がタイムリースリーベース、まあ、ここに来て若手がねまた躍動してるね、ね、で岡が犠牲フライで2点を取るという、で5回に2点で6回には、ポランコがソロホームラン、で荻野が代打ホームラン、ね、2点はホームラン2本ということですね。そう、でこのホームランはプロ入り初の代打ホームランというね、荻野はね、でこの代打が角中に代わっての荻野なんだよ。贅沢なベテランの使い方ができるようになったよねで角中もしぶといし、こうやって荻野がね代打に出てくるとホームラン打つという、もういやたまらんねこれは
ベンチもファンも。いやいや、本当に、ね、うん。で、この試合で西武は野村大樹で使われました。うん、3打数ノーヒット。はい、しかし、1打点。うん、で、まあ、3回にショートの内野ゴロの間に、まあ、1点を取るんだよね。はい、まあ、打点はつきました。そう。うん、ね。まあ、こんなことで喜んでる場合じゃないんだよ。そうね、チーム勝たないとっていうか、うん、そう、うん、でね、ロッテ、はい、西武に対して11連勝。そう、もう逆に言えば西武はロッテに対して11連敗という ね、これはやっぱりね、ちょっとプロとしてね、なんとかせないかんぞこれ。うん、うん、なんか相性が悪いとかそういった問題でもないっていう感じですか。まあ例えば2試合目の時にね、隅田が投げてて、矢に変えるけども、もうあそこ生かしちゃうとかさ、うん、まあ苦手意識もあるんだろうし、うん、11連敗食らったらいかんな、なんかいくらあれしてもな、ね、ちょっと嫌な記録も出てきそうな感じになってますね。まあそうだね、うん、まあただその野村大樹が戦列に加わり、うん、まあ、松原もね、ぼちぼち自分の力を出し始めてるしね、うん、まあまあこれからね、あの山浦とかいうのも、その西川もそうだし、うん、まあ、若手がねこうやって活躍してくれると、うん、まあ楽しみなチームではあるけどね、変わってきてるけどもね、うんうん、だけどやっぱりこう、うん、なんていうの、苦手チームを作らないようにね、まあ、してほしいなっていうふうに思います。はい、まあね、エラーも多いな。だまあ、ね、DeNA がね、うん、の自責の話をしたけども、うん、やっぱりああいうことがね、やっぱチームのモチベーションを下げるし、うん、ね、上に行けない要因になる。ちょっとピッチャーもね、まあ、そうだね、だから、まあ、野球っていうのは華やかなのはホームランだったり打ったりとかね、うん、することだけども、まあやっぱ守りの大切さっていうのをね、もう一度ね、まあ各球団ともちょっと考えてほしいなっていうふうに思います。うん、なるほど。はいはい、まあ今回の3連戦を振り返り、うん、ね、まあ以上でしたねえ。はい、なかなかこうセリーグはね、順位がこう入れ替わったりは激しいですけれども、まあそうだね、うん、ねえ、パ・リーグはちょっとね、日本ハムが心配ですが、はいはい、で次、まあ、うん、オールスターまでね、あと6試合ぐらいかな。ね、そうですね、もうちょっとあるかな。あ、もうちょっとある。うんうん、そうだね、そうそう、あ、まあオールスターまでにはね、まあちゃんとした形でオールスターを折り返せるように、ほんとね、ね、頑張ってほしいと思いますね。ちょっとオールスターも楽しみですけれども。あ、そうだね、筒香選手が怪我してね。まあそうだな、筒香もぼちぼち怪我人も出てきてるしね。そう、ちょっと心配ですね。まあちょっと気をつけてほしいね。はい、次のカードは、はい、セ・リーグは DeNA と中日、はい、阪神ヤクルト、はい、広島巨人。ああ、うん、まあ、広島と巨人は、うん、あのゲーム差なしで並んだからね。そうそう、まあ、本当にあのオールスター前の首位攻防というふうに言ってもいいだろうし、うん、まあ、DeNA の方は、まあ、調子が上がってきた中日との対戦があるし ね、うん、ね、だからまあ本当に面白いかなと思う。広島と巨人は3連勝してるのと3連敗してるっていうところもありますよね。まあ、勢いがあるからね、うん、で、まあ、阪神とヤクルトでしょ。ちょっとヤクルトの打てないっていうこともあるし、うん、まあ、阪神がちょっとずつ勢いを増してきてるかなと思うんで、うん、まあ、ちょっと楽しみだけどね。ね、パ・リーグは西武、日本ハム、あ、はい、ロッテ、楽天、はい、オリックス、ソフトバンクです。まあ、ちょっと言い方悪いけども、うん、やっぱり順位的に言えばね、うん、日本ハムがここでやっぱ頑張りきれないと、うん、ちょっとズルズルっといくよ。本当に、うん、ね、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい、それではまた期待してます。はい、はい。